張るんだよ、なーちゃん。頑張るんだよ。診察室に入ってかなだよね、うん、引き渡しがするよね。おはようございますカメラですあ、わかりますかそれ。あ、はい、今日診察していただいた時に、はいはい、まあ、あの結果が出ると思うんですけど、その時にここの診断名を書いていただいて、今日の分ってことだ。そうです、今日の分だけです、はい、わかります。それから多分治療とか始まってくると思うので、はいはい、その、まあ、たんびに、はい、感じ。調子しますね、聞こえますね。聞こえますか、うん、ザーザーですか。ザーザーシュッシュッって聞こえるんですよね。マチャの雑音で多いのが、うん、心臓弁膜症って言って、はい、あの本来ピタッて閉じるべきものがちょっと開いちゃうんで、その隙間から逆流しちゃう音が聞こえるんですよ。じゃあもう確実に聞こえている、聞こえてますね。弁膜症だっていうのはもう、可能性はありますね。わかりました。でも 前回は聞こえてなかったんですね。そうなんですよ、うん、この間の検診の時にからなんですね。うん、なので初めて言われて、はいはい、まだ6歳なんですけど。そうですね、ちょっと若いですよね。そうなんですよ。じゃあ、今日は心臓のレントゲンと心臓のエコー検査を行いますので、はいはい、で午後の予約ってお取りになってました。はい、3時、あ、3時半、うん、3時半かな、3時午後3時半から診察始まるので、じゃあ3時半だと思います。あ、わかりました、はい、はい。じゃあこのままお預かりしますので、はい、そのままお帰りいただいて大丈夫ですので。わかりました、はい、よろしくお願いします。心配、はい、ね、頑張ってね、ナナナナ頑張ってよ。じゃあよろしくお願いします。はい、お預かりいたします。そのままお帰りいただいて大丈夫です。はい、すいません。なんか心臓大きく見えます、ね、うん、左下ってます、レントゲンの特に大きさ評価する場合はこの仰向けの写真よりもですね、こっちこの VHS っていう測定法が今結構やっぱりずっと使われてきてるものなんですけども、この VHS っていう測定法だけで言えば心臓は大きいっていうような値ではあるんですけど、その辺はですねやっぱり犬種的な問題、体の大きさだったりとか体重とかもあるので、必ずしも 10.6 以上だと大きいって言われるんですけど、個体差があるので犬種とかなので、必ずしも 10.6 以上だから大きいとは限らないです。やっぱり他のものも一緒に、考えていかないとちょっと診断見誤っちゃうかなって思います。この画像だけでいけば大きいっていう数字ですけど、エコー検査だとそんなことないんですよ。ごめんなさいね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、間違い、ここ左の左心房っていうところです。ここで、ここが左心室で、ここに僧帽弁っていう、これとかそうですね、僧帽弁っていうんですけど、ここで逆流とかを防いでるんですね。で今回見られた逆流っていうのは、まあ、メインはここですね、僧帽弁閉鎖不全症ですね。で本来であればこういう一方向の血流が、ここの心室が収縮した時にですね、こっちに戻ってしまうっていうのが病態です、はい、でこれほとんどが加齢性の病態、加齢性のものかなとは思います、はい、で日本でやっぱりチワワが一番多いです、うん、人気があるっていうのもそうですし、うん、まあ、小型犬にもいいかなと思いますから、で、まあ、ここでまず逆流があるか確認したところは、やっぱり逆流はあります、間違いなくあります。
聴診の音でもやっぱり聞こえてるので、まあ、間違いなく逆流っていうのも確認できましたし、あ、まあ、今回の病態っていうのは間違いあるんですけども、で大きさを測るにあたってですね、ここが大動脈、大動脈ここ脇にしてですね、でこっちごめんなさい、こっち同じなんですけど、これも大動脈ですね。でここが左心室っていうところです、ここですね。ここの径を直径をですね、あの日を取って 1.7 以上とかになると大きいっていうふうにこっちでは判断するんですけど、今回奈々ちゃんの場合はこの LAAO っていう日がですね 1.38 から 1.47 ぐらいなんですよ。でこの数字だけでいけば基本的に大きさっていうのは問題ない、大きいとは言えない。ただその他の症状っていうか咳とかそういうのがまだ見られてなくて、まあ本当この間の診察音が聞こえるっていうことでちょっと今回、はい、そうですよね、調べてもらってるんですけど、であとですね、こういう、まあ、逆流を確認してるんですけど、ここで、うん、もうこの時点で見た目的に大きくなってる子っていうのもいるんですよ。で奈々ちゃんがそういうのもやっぱりないんですよね、であとはこれ、これはですね、どのぐらい収縮しているかっていうのをメインで見てます。で収縮率っていうのがここですね、53.4%。 これ十分拡張して収縮してる、この動きはちゃんとしてますね、で最近新しい測定法で、まあちょっと言い方難しいんですけど LVIDDN っていう、ちょっと僕日本語忘れちゃいましたけどもそういう測定があって、それがですね 1.7 より大きいとっていう、またいろいろあるんですけど、で今回それちょっと僕の方で計算してみたんですけど、 1.7 にはまあ程遠いというか、もう全然問題なさそうなので、ここですと、この LVIDD っていうここの 18.9 ってありますよね、これが23だったか4だったかぐらいを超えてくると大きいって評価の一つになるんですけど、まだ18とかそのぐらいなので、やっぱり大きいかどうかで言ったら大きくはないと思います、サミっていうものは。であとはですね、まあ、肺動脈だったりとか、 あとは逆流のスピードだったりとか、はい、心臓のこの早期のギューってパンパンになって、砂防がパンパンになってパンって弁が開く時のこの満員電車グーって開いた時にバッて流れる時のスピードと、最後その残った人間がもうちょっと前にいる人間邪魔だなってガッと押すって、こんなような力を波でちょっと見てるんですけど、これも全然問題ないです。1メートルを超えてくるとっていう、あのちょっと高いかなって言われるんですけど、1メートルいけないので問題ないと思いますね。で逆流の速度もですね、5m40cm 1秒間で逆流がふわって返ってきてるんですね、この左心房っていうところに、こういったのが、こういう逆流が 5.4m 1秒間戻りますグッて。でこれ何を言ってるかっていうと、 5.4m で戻れるぐらいここにはまだ余裕がありますよってことですよ。ここの逆流速っていうのが 5m 切ってきて 4m 台とかになってくると、もう戻る余裕がないっていう感じになってくるんで、まあ、そうすると状態的には悪化してきてるかなって判断になるんですけど、もうまあ5メートル真ん中ぐらいあるので、まあ、そこはやっぱりしっかりちゃんと砂防っていうものが大きくなくて、ちゃんと逆流を受け止めるだけの余裕があるんじゃないかなっていうふうには思います、はい。で、まあこれらをまあトータル的に加味すると、アメリカのですね、内科学、アメリカの内科学の方で、推奨というか、まあ決められてるその分類があるんですよね、心臓病の分類というか。それが ACVIM っていうもので、そのステージ分類でいくと、ステージ B1、 ステージ A っていうのが、もうキャバリアとかのもともと心臓に生まれつく問題がありますよっていう子しかいないです。でこういう子たちがまず分類されるのはステージの B の 1,2 から始まるんですけど、1の方はですね、やっぱり心臓の拡大っていうのがない子で、さらに最近だと心臓の拡大がなくて、さらに症状がないのとあるのでも細かく、治療方針変えていこうかなっていうふうな、まあ、僕の好きな循環の先生がそうおっしゃってるんですけど、奈々、ちゃんの場合だとステージ B1、 拡大がなくて症状もないっていう段階だと思うんです。まず咳がないっていうのが大きいですよね。そうですね、ってなると、まあその場合でじゃあお薬はっていうと、まあ、過去のデータからですけども、ステージ B1 の子とそのステージ B2 の子、要は心臓拡大があることない子の、お薬を、まあ、同時に同じものをスタートしましたっていう時に、予後の生命の延長っていうのは特にないんですよ、それ B1 でスタートしても。なので飲んでなくても変わらないっていうデータは出てるんですね。
なので今回僕は個人的に奈々ちゃんまだお薬いらないんじゃないかなとは思います。でもちょっと心配だからお薬何か一つって言われたら一つだけだったらお出しはできますけども、それはもうちょっとお任せしちゃいますけどどうします？そうですね、どうしたらいいかな。まあ飲まなくてもいいんですけども、一つだけちょっと覚えておいていただきたいのは、この僧帽弁というものがこうやって動きますよね、はい、ここが、腱索っていうもので心室の方の乳頭筋っていうところからこうなんか糸状の筋肉みたいなのが、ここが筋肉が収縮したり弛緩したりしてこう引っ張ってこうやって弁がこうなってるんですよ。でこの部分が多分断裂的に切れてきたので突然まあ聞こえ始めた、もしくはこの弁が分厚くなってきたのでうまくこう閉じれなくなってきたということで、今回心雑音が聞こえたと思うんです。でこの病態になっている子たちっていうのはやっぱり、突然この腱索っていうものがバチンと切れることがあります。そうするともう血液がもう戻ったりするんで、溜まったりするんで、もう心臓でずっといられなくなった血液っていうのは肺に漏れていきます。でそうすると肺水腫っていう状況になる。でそうするとですね、ほとんどの子が呼吸の回数っていうのがもう1分間で40回以上になります。これはもうワンちゃんでは1分間で40回以上っていうのはもう8割9割の子が肺水腫になってるって言われます。何でもなくてこうのんびりしてる時にもう浅い呼吸ですね。そうですね。でちょっとこうやって顔上げると思います。酸素吸いたいので、でそういう時になったらすぐに来てください。でタナちゃんの場合は、もちろんステージ的には全然この初期の段階ですけど、はい、今言いましたけど突然なることがあります。突然切れることがあるので、切れた時は今僕がお話ししたみたいな呼吸だったりとか、顔をこうやってやったりとかするんで、その時はもうすぐ来てください。はい、はい、なのでちょっとじゃあお薬は様子見ましょうか。そうですね、うん、でもし心臓の薬やっぱりスタートしたら一生ものなので、はい、症状がまず出たら、はい、お薬定期的にどれくらいの感覚で来たらいいですか？今1ヶ月に一遍来てるんですけども、心臓の検査だけで言えば、はい、基本的にはまあ半年に1回レントゲン取るとか、年に1回エコー検査も一緒にやるぐらいでいいとは思うんですけれども、症状がやっぱ出始めたなと思ったら、もう1回やっぱりエコーはやった方がいいと思います。ここのですね、ここ砂防っていう部分がここにあるんですけど、この砂防っていう部分に血液が逆流するって言いましたよね、はい、そうすると砂防が大きくなるんですよ。大きくなるとここわかりますね、ここが抜けてる部分、ここが気管なんですね。なので、まあ、心臓がここでドクンドクンするたんびに、まあ、気管をこうやってグン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 って圧迫するんで、まあ、咳がしやすくなる、あとは興奮で走ったりとか、寝てる時がガバッと起きた時とかに咳が出るっていうのが、まあ、症状の一つかなと。でもっと進んでくると、例えば散歩に行きたがらないとか、前はこのソファ飛び降りができたのがやりたがらなくなってきたとか、そういうのがあるともしかしたら大きくなってきてるかもしれないですね。はい、取れました。じゃあこれは普段は今までと違う、今までと同じでいいです。大丈夫です、大丈夫です、はい、まあ、無茶はさせないぐらいかもしれないですね、はい。であともしダイエットとかふうにお考えでしたら、痩せさせる必要もないです、うん、心臓病って進行してくると痩せてきちゃいます、なのでダイエットさせておく必要ないかなと思うんで、まあ、別に太ってもないし痩せてもないんで、はい、まあ、このままでいいと思います、はい、分かりました。まあでも早くこう発見してもらえてよかったですね。そうですね、うん、これで追っていければ、うん、まあ、薬を飲むタイミングというのはベストなタイミングで始められるかもしれないですし、はい、このステージ B1 とステージ B2 でお薬をやっぱり開始する、ステージ B2 でお薬開始するとこっちは明らかに予後の延長が認められるんですよ、うんうんうん、なのでこの時は飲んだ方がいいんです、うん、でもそのタイミングでですね。そうですね、はい、なので、まあ、症状というのが一番大きいかもしれないですね。はい、わかりました。疲れちゃったね。キャン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 泣いてましたね。もうでも怖がってましたよ、もう。あそこ入ってたから。そうですよね、うん、出そうかと思ったらなんかちょっと怒ってるような感じです。興奮しやすいんですよ、うん、ね。なのでまあちょっと、咳をよく見ていただくのと、はい、あとは呼吸ですね、呼吸ですね、苦しそうにしないかというだけ見ておいてください、うん、これ突然来ますね。わかりました。じゃあそういう時はもう本当にすぐに来て。そうですね、とにかく肺から水を抜く治療をしないと、はい、もう要は陸上にいながら溺れてる状態なんで、かなり苦しいと思います。わかりました。よろしいですか。はい、ありがとうございました、はい、今回はお薬なしで、はい、いきますね。はい、はい、
じゃあまた定期的にそうですね、できればいいかなと思います。はい、お願いします。ありがとうございました。